いいですかサトコ。相手は海戦山戦用心するんですよ。分かっていましたよ。私とシオンさんなら誰が相手でも楽勝ですわ。君たちが僕たちの相手なのかい？それにしてもなんだか珍しい取り合わせだね。まあ共通の利害関係でこうなりまして、お二人は相変わらずですね。高野さんのお願い事に富武さんが付き合う感じですか？まあそんなところよ。何でも願いが叶う魔法の鏡、とっても興味深いわ。ぜひとも手に入れて思う存分研究させてもらうわよ。研究なんてまどろっこしい。ご自分の欲望を叶えるために相手も頼りなんて、いい年をした大人が恥ずかしいですわよ。まったくですねえサトコ。ですわねシオンさん。というわけなのでお二人とも願い事はご自分の力で叶えてくださいますかしら。そういうことですからあしからず。ははーん、そんなこと言ってあなたたちの願い事だってどうだか。どういうことだい高野さん。あのね二郎さん、この二人はね、ぐにゅ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 。え？なんだって？平和を乱す奴は許せないな。じゃあ、サトコ、これじゃあ仕方ないようですね。ええ、シオンさんの言う通りでございますわ。やってしまいましょう。腕が鳴りますよ。お料理の時間ですわな。やったわね。それではお楽しみあそばせ。ころで負けたくないな。本当は見えなく知れないと信じてもらうことができない。へっというにはあら返すことないな。人を見るピンチかしら。まだ大丈夫さ。平和を乱そうとしているのはあなたたちですわ。サトコ頼もしい。パチパチパチ。なんでしょうあの二人。すごい勢いで突き進んでいきますよ。これは実に怪しいですね。呼び止めてみましょう。ちょっと待った。そこの二人。ああ。誰かと思えば大石さんと赤坂さん。私たち何もしてませんよ。そうでございますわ。刑事さんなんかに呼び止められる筋合いなんてこれっぽっちも全くみじんもございませんことよ。その言い方ますます怪しいですね。必死に何かを隠しているように見えますけど。君たちどうしてそんなに必死になって先を急いでるのか説明してもらえないか。まさか鏡みたいなものに関わっていたりしませんよね。行くおさあ私たちご存じあげませんことよねえシオンさん。そうですね全然知りませんよ私たち鏡なんてねえ。その反応が怪しいですね。ちょっと署まで一緒に来てもらいましょうか。どうもあなたたち何かをご存知のように見えますよ。ああもううっざーい。シオさんここはもう強行突破しかございませんわ。そうねええー、やっちゃえ。お料理の時間ですわね。受けられないか。軽傷です。やられ込みましたわ。こんなの平気そんなもの。いきません。やられたらすみません。まずいな。見ててくださいませ。本当に無駄ですよ。ご心配なく。第3弾は出ましたわね。予断を許さない曲ですわね。快速第3弾はそれではお楽しみに。や、あの必死な姿は本物です。あなたたちの犠牲は無駄にしませんから。まだ死んでませんよ。お気の毒に。どうぞ成仏してくださいまし。 まだ生きてます。でもシオンさん、北条さん、あなたたち何を騒いでいるんですか。うわ、やっぱ知恵先生ですね。っていうか、なんであんなに怒っているんでしょう。まったくですわ。何かあったのでございましょうか。いえいえ、 警察から連絡がありまして、何でも2人の刑事さんがあなたたちに襲われたと。警察が学校に垂れ込んでどうするんですか。そんなことより誰かが怪我をしたらどうするんですか。まったくです。すべすべなお肌のSATOKOちゃんに万が一のことがあったらどうするつもりです。何それ、 私のお肌は無視ですか。私のお肌のことなんてお気遣いなく。それよりも監督のそのネチネチした熱い眼差しこそゾッといたしますわ。いやいや、私のことはお気になさらないでください。鏡の力でSATOKOちゃんが永久にお肌がピチピチになるよう全身全霊で願うつもりですから。 ということは監督も優勝を狙っているわけでございますのね。そうはさせませんから。私のお肌を無視した恨み、腹さで置くべきか。こちらこそそうはいきませんよ。この入江恭介、欲望のためならどこまでも突っ走れる男。ちょっと入江先生、シオンさんも北条さんも先生怒りますよ。 こうなったら徹底的に戦いますわ。お料理の時間ですわね。これはいい刺激です。私のお肌のことも少しは心配してくれたっていいでしょ。それなら鏡に頼んでみてはどうです？その手があったか。そうしようかな。ちょっとシオンさん、それって裏切りじゃございませんこと？じゃございませんわ。私ちょっとシオンさんのこと心配になりましたよ。いや、だから冗談だってば。サトコ、シオン、はあ、待っていましたのです。鏡をいただきますのです。待っていました。なつみちゃんに羽生ちゃん張り切っちゃってますね。さとこのためにも鏡は譲りませんよ。シオンさん、それって本心からおっしゃってくれてますの？前回のバトルで私全然違うことをお聞きしたような気がしますが、確か私よりもご自分のお肌とか。サトコ、やっぱりまだ気にしていましたか？いいえ、それほどでもございませんことよ。だから冗談だって言ったのに。この戦いに勝ってあなたの信頼を勝ち取ってみせます。それが本心ならきっと勝ちますわね。ねえねえ羽生ちゃん、でもなんで私たち戦わなければいけないの？それは愚問なのです。あなたはお社様の巫女なのです。だからあなたは巫女の使命として世界の平和を守らなければならないのですよ。そっか、よし、世界平和のために力ずくで鏡を取り戻しちゃうよ。そうは参りませんわ。せっかくのご登場で申し訳ございませんけど、ここで叩き潰させていただきますわ。2人で力を合わせていきますよ。私たちのコンビネーションを見せてやりましょう。お二人ともお覚悟を。お料理の時間ですわね。無駄です。お願い返すことがやるのですわ。やらしちゃったよ。おいしいものを知るのですよ。その攻撃はお見逃しでない。鬼バッチの信念を返すの信じていましたのに。そんなもの備の前には敵なしでございますわね。私たち最強、いい気分だねサトコ。ええ、とってもですわ。これで前のことはすっかり水に流して差し上げてもよろしくてよ。本当？よかった。それじゃあこの調子でどんどん突き進みましょう。待ってたよサトコ、シオン。おめえ、なんとケイちゃんとチームを組みましたか。そっか、お姉がね。まあね、あんたらを止めなきゃいけないからさ。強そうな相方と組むのが一番でしょ。ミオン、どういう意味だ？この二人の目的はもう分かってるんだよ。目的？この子たちはね、サトシに戻ってきてほしいのさ。え？それってサトコ、シオン、そんなやり方じゃサトシは本当に帰ってきたことにならねえだろ。間違いでも何でもいいのですわ。私たちのことは放っておいてくださいませ。サトコの言う通りにして、おねえ、ケイちゃん。なんと言われようと二人の間違いを見逃すわけにはいかねえぜ。これだけ頼んでも聞いてくれないんですか？うん、おじさんとケイちゃんは強いよ。やめるのなら今のうちだよ。まあ、お姉と白黒をつけるいい機会ですし。仕方ありませんわね。こうなったら邪魔はさせませんわ。お料理の時間ですわね。海斗君は何とですわ。そんなものまだまだいける。海斗君は何とです。そんなもの無駄ですよ。かすり傷も入らない。海斗君は何とですわ。こんなのもう一度言う、後悔するぞ。後悔なんか絶対いたしませんわ。ケイちゃんとチームを組んだように私たちだって一緒に組みたい人がいるの。私たちは私たちの道を行きます。待って、シオン、サトコ、シー、とうとうここまで来てしまったのですね。リカ、待ってたよ、二人とも。レナは鏡の力を使って可愛いものをいっぱい集めるんだ。絶対に負けないよ。レナさんを味方につけたのでございますね、リカ。レナさんの可愛いモードには要注意だってお姉が前に言ってましたよ、サトコ。レナさんの恐ろしさは一度味わったら忘れませんわ。それもそうですけど、なぜでございましょう。リカの様子が気になりますわ。リカちゃまの様子？確かにちょっと気になりますね。リカ、何かおっしゃりたいようですけど、何かあるならちゃんと言ってごらんあそばせ。サトコ、シー、僕が言わなくても二人とももう分かっているはずだと思うのです。さて、何のことやら。もったいぶらないで言ってみたらどうです？わっ、なになに、リカちゃん、何が言いたいのかなそれじゃ言いますのです。何かな、何かな、ワクワク、ワクワク。鏡を狙ってここまで勝ち進んできたようですけど、鏡の力を使っても本当の意味であなたたちの願いは叶わないのです。むしろ心の傷を広げてしまうだけなのですよ。それは。そんなことリカちゃまに言われるまでもありませんよ。それでも私たちは前に突き進むのです。ここまで来たのは全てそのためなんですの。戦って戦って勝利を手に入れてみせるのですわ。サトコ、いいことを言う。そうです、私たちもう後には引けないんです。仕方がないのです。レナ、リミッター解除なのです。お持ち帰りを許可しますのです。ファイトオーですよ。本当に本当にかわいい商品をお持ち帰って、今夜は頬ずりスリスリするんだよ。よーし、頑張ってお持ち帰り。さすがリカですわね。レナさんの操り方を知り尽くしておりましたよ。全力で戦わないと身の危険を感じますわ。それを2人がかりで圧倒するのがチーム戦です。最高のコンビネーションで。さあ、行きますよ。お料理の時間ですわね。これは。まさかしょここまでよ。それではお楽しみ遊ばせ。いくよ。調子にちょっとお話を。快速第3のやつはやられる。快速第3のやつは。